っと風が吹いて手ぬぐいがちらっと動きましたので、その進んでいった鹿はびっくりして立ち止まってしまい、こっちのみんなもビクッとしましたけれども、鹿はやっとまた気を落ち着けたらしく、またそろりそろりと進んで、とうとう手ぬぐいまで鼻先を伸ばしました。こっちでは5匹がみんなコトリコトリとお互いにうなずき合っておりました。その時にわかに進んでいった鹿が竿立ちになって踊り上がって逃げてきました。走って逃げてきた。気味悪くなってよ。引き継いでるわ。さあ、意義のおたあさないがきゃな。口もないようだきゃな。あだまあるか。あだまも言うわからないがったな。そうだな。今度は俺行ってみめが。4番目の鹿が出て行きました。これもやっぱりビクビクものです。それでもすっかり手ぬぐいの前まで行って、いかにも思い切ったらしく、ちょっと鼻を手ぬぐいに押し付けて、それから急いで引っ込めて一目散に帰ってきました。おお、焼きもんだぞ。泥のようにが。うにゃ。草のようにが。うにゃ。ごま材の毛のようにが。あるよりはもう少し香ばしいな。